どうも、刀慎一郎です。長見大です。今回お話しさせていただく作品はジャッキー・チェン主演のファーストミッションです。おお、初めて聞いた。この映画、子供の頃から大好きな映画で、僕何回見ても泣いちゃうんすよね。しんちゃん泣くってちょっと珍しいな。そう、まずはあらすじをざっくり話すると、知的障害のある兄のシャンタクの面倒を見ながら、警官の弟シャンヤンは船乗りになる夢を追って二人で生活していた。弟の夢が叶わないのは自分のせいだと思う兄は、弟から自立するため職探しを開始する。兄のそばにいなければならない気持ちと、自分の夢に向かいたい葛藤に悩む弟。そんな中、兄が金品の強奪事件に巻き込まれてしまう。誘拐された兄を救うため、弟は仲間と窃盗グループのアジトに向かう。無事兄を救うことができるのかっていう、ダスティン・ホフマンのレインマンに無理やりアクションぶち込んだみたいな話なんですが、あーでも聞いとってもレインマンしか出んかったもん俺。今のあらすじ聞いて、いつも僕が話すアクションご利用しのジャッキー映画とは雰囲気違う感じ伝わりました。あーでも言われりゃそうっすね。今作は知的障害の兄シャンタクを演じたサモハン・キンポーがドラマ性を重視して制作した作品で、兄弟愛がテーマなんですよ。時々レインマンの香港版とかこの作品の説明あるんですが、レインマンは1988年公開で、今作は1985年公開ですから、こっちが先ですからね。こっちの方が早いんや。初めて知った。ある意味先駆けですよ。まあレインマンも切ない気持ちになりますが、ファーストミッションもかなり切なくなるんですよ。え、笑うとこない感じも。いや、笑うところはありますけど、結構シリアスな部分が進むんですよ。正義感の強い警官の弟シャンヤンは、30手前で小学校の勉強もままならない兄のシャンタンを一人面倒見ながら、船乗りになる夢を諦められないでいたんですが、シャンタンは弟にいつも迷惑ばかりかけてしまうんですよ。切ないね。シャンタンは近所の小学生にしか相手されず、その日も小学生たちと金も持たずにレストランで食事しちゃうんですね。無銭飲食で捕まりそうになり焦ったシャンタンは、レストランの冷蔵庫に閉じこまってしまい、投資しかけているところを駆けつけたシャンヤンに助けられる始末。おお、でも結構コミカルやな。そんな兄を弟は、次は気をつけような、ぐらいで許すんですよ。おお、すげえな、なかなか。ですが、念願だった船乗りの採用通知が弟に届いたことによって、兄が自分は捨てられると暴れ出しちゃうんですね。おおほうほう。そこで弟は、ついに溜め込んでいたものを爆発させちゃうんです。ほう。自分も人間な、夢ぐらいあると。おお、ちょっと切ねえな、こうマジで。自分の好きなようにさせてくれと。おうおうおう。それを聞いた兄の、自分のせいで弟が好きなことができないのはかわいそうだと泣くシーンが、なんとも切なくて、こっちまで涙が止まらなくなるんですよ。ああ、でも聞いとるだけで結構きついな、これ。で、シャンタンは自立するために仕事探しをするんですが、ここはひどいの一言ですよ。どういうこと？大衆食堂みたいなところで店主に、何でもするから仕事くださいとお願いすると、芋虫の真似しろとか、床に落ちたパンを食えとか、この店主マジで最悪でしょ。笑える系で来るかと思ったら全然笑えんな。僕は腹渡が煮えくり返りましたよ。デブ君どうした？こんなやつやっつけてくれよって。ああ、そうかそうか。俳優的にはそうか。デブ君ってかサムハンキも強いもんね。そうなんですよ。作品によっては。はい。で、そんなことになっていたことを知ったシャンヤンは、自分を責めてシャンタンに謝るんですが、シャンタンも自分のせいだと泣きながら抱き合うんですね。ああ、絶対泣くな、ここ。もうここまで来ると、もういたたまれない気持ちで僕の涙腺は大崩壊ですよ。また、シャンタンに家庭教師がいるんだけど、二人きりで勉強してるシーンが胸が痛い。おお、どういうこと？シャンヤンがいない隙に家庭教師がシャンタンをボロクソバカにするんですよ。あの、要はあれか。弟とかまともな人がいなくなった時に、直接ボロクソに言うってことね。そうなんです。おお、きついな、だいぶ。バカだから勉強しても仕方ないみたいなんですね。シャンタンは泣いて勉強したいって訴えるのに、お前さ、中卒のお前が見たらどう思うんやこれは。本当に切なくて切なくて、この家庭教師の顔がムカつくのなんのって。あーでも本当にイラつきそうやな、これ聞いてるだけで鬱陶しいもん。なんかって思っていたら、この家庭教師の俳優さん、キョンシー好きなら皆さん知ってる、もうみんな大好きアンソニーチェンって方なんですよね。キョンシーじゃメガネがよく似合ってたのに、あのメガネすらぶち壊したくなるぐらい憎らしく見えるんですよね。急にその同じ俳優のメタ的なネタ入れるのやめろや。どういう感情で聞いてるかわからんくなるわ俺。まあで、キョンシー霊言同士といえば絶対外せないのがラムチェインですよね、はあ、眉毛がトレードマークの同志様、この作品はドラマ性も高いんですが、やっぱりアクションもワクワクが止まらない。ほう。そのアクションの見せ場といったら、ラムチェインとジャッキーの一騎打ち、冒頭のチャ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 イナチャイナのジャッキーが日本語で歌うチャイナブルーを BGM に、同志様とジャッキーが戦うのはこの作品でしか見れないファンにやりなアクションシーン。ここだけでもワクワクなのに、ラストのアジトのシーンではさらっとジャッキー映画史上最強と言われた
プロジェクト A の海賊の親分役のディック・ウェイが名もない役でさらっとジャッキーと戦ってましたね。相変わらず悪い顔してましたね。いやお前泣いたんかワクワクしたんかどっちなんやってまあ他にもカンフーハッスルに出てた人とかもさらっと出演していて、ダイちゃんでもあれこの人見たことあるって思う人もいると思うんで、多分見やすいんじゃないかなと思うんですよね。いや別にカンフーハッスルで知っとる顔出とったからって俺見やすいことへの相関性はないと思いますけどまあ涙ありアクションありの本作ですが、香港映画だってアクションばかりしてるわけじゃありませんからね。でもドラマパートはめっちゃ面白そうやなこの映画。この作品以上にドラマ性に重点を置いた作品も多くあるわけですよ、で最後に皆さんの見た香港映画の中でも特にあれは泣いたとかあれは切なかったなんて映画あったら聞いてみたいですってとこでお疲れっす。いずれ誰も彼も向かう側、それは何もかもの向こう側、名付けられた墓の赤い花。